毎週火曜日はお役立ちおかようご飯。今日はご飯にもパンにも合う簡単絶品おかず、鶏のケチャップ焼きを作ります。いつもの鶏肉がふわっとジューシーになるコツも教えてくださるのは、レストランシェ出島の坂本さんです。よろしくお願いします。今回は坂本さんの一押しメニューなんですよね。はい、そうですね、家庭で揃うもので、簡単なんですけど、とっても美味しい、一品を作っていきます。とっても楽しみです。それでは早速作っていきましょう。ではまずは、はい、まずですね、鶏肉の方の下処理をします。はい、まずですね、このように一口大に切っていただいて、はい、で下味をつけていきます。はい、塩コショウですね、はい、両面にうっすらしてください。はい、もう表が裏側の皮の部分にはしてあります。はい、もうこちらの方には事前にさせていただきました。はい、はい、ではこちらを焼いていきます。はい、熱したフライパンにサラダ油を入れてください。はい、火の強さはもう中火ぐらいでいきましょう。はい、鶏肉を皮から焼いていきます。今回鶏肉を使った料理ということなんですが、はい、どういうお料理でどう相性が合いますか？この後ですね、ケチャップにつけていくんですけど、鶏肉が厚みがあってですね、で、ジューシーに上がりますので、これぐらいのボリューム感のあるものがいいかと思います。はい、この料理って以前坂本さんが作られていたものとお聞きしました。そうですね、以前修行時代とかに、ホテルの方で作っていた献立の一つです。やっぱり人気だったんですか？もう私自身も、味見とかしててですね、とってもなんすかね、簡単な、材料しか入ってないんですけど、美味しい、はい、料理になりますので、はい、今回ちょっと作ってみます。とても楽しみです。はい、ちなみに鶏肉ってどれぐらい焼いたらいいんですか？もう大体ですね、裏表、しっかり焼き色つけながらやっていくんですけど、半分以上の火は入った状態ぐらいまで焼いていただくといいかと思います。ではもう本当に両面焼いていくという感じですね。そうですね。では鶏肉を焼いている間にタレを作っていきます。はい、材料の紹介です。こちらです。はい、材料は、はい、材料ですね、ケチャップと、ウスターソースと、砂糖、マスタードですね、を、分量の通り入れていきます。ではお願いします。はい、今回は、マスタード、かっこからしとあるんですが、はい、普通の和がらしとかでもいいんですか？全然そういうのでも大丈夫ですので、よくとんかつとかにつける、そうです、普通の日本風のからしでも、そうです、そうです、チューブのやつで全然大丈夫です。はい、砂糖大さじ 1.5、ケチャップ大さじ2、そして、ウスターソースが大さじ1で、マスタードが小さじ1です。はい、ここもですね、ちょっとお子さんが、辛いの苦手とかいうときはもう省いてもらって構いません。はい、でこのように結構甘みのある感じのソース。そうなんですよね、甘辛いんですけど、で、マスタードもからしも焼いていくとですね、ある程度抜けますので、そのツンとくるような感じはないですので、入れてもらうと美味しいです。はい、タレが混ざり終わりました。鶏肉の方はどうですか？はい、大丈夫ですよ。こんな感じに軽く、まずはこのように焼き色がついたらいいそうです。ではここで今日のいきます、魚介用ポイントです。それがタレに鶏肉を絡めることです。ですね、こちらの、先ほど焼いたものですね、これを途中でタレの中に入れていきます。全部焼き切らず途中で一回タレに絡めるということですね。はい、どうしてですか？焼き色をつけてですね、はい、一度こうやってマリネしていくと、焼き色の風味もつきますし、で、焼き上がりもふっくらします。おお、はい、ガッとジューシーに。そうなんですね、この一手間で変わるんですか？そうですね、で最初にマリネして、焼いてしまうと砂糖が入っている分焦がれやすくなりますので、それよりもこうやってですね、焼き色を一度つけて、でこのように、絡めてですね、でそれをまず再度、今度は最後焼いていきます。これもうこのまま焼いてしまっていいんですか？そうですね、このまま今日は焼きますけど、理想はですね、ここで10分、20分程度ちょっとこうつけ置きしとってもらうと、さらに美味しくなってきます。はい、でももうこのまますぐ焼いても簡単で美味しく仕上がるということです。はいはい、では再び
また焼いていきます。はい、あの鶏肉以外なんか他こんなお肉が合うよとか他になんかこういう食材入れても合うよっていうものってありますか？そうですね、もう豚肉とか、バラ肉とかでも全然いいと思います。ただ、厚く切ると硬くなりますので薄切りの、豚バラ肉であれば同じようなやり方でいいかと思います。とかあとは、こういった鶏に一緒に具材ですね、根菜であったりキノコであったりとかいうものを一緒に混ぜて、炒めていってもいいかと思います。今日は鏡開きということですので、お餅とかも入れてもらうと美味しくなるかと思います。あ、もう万能なんですね。どんな食材にも合うんですね。そうですね。あ、いい香りが漂ってきています。はい、でここからですね、ちょっと弱火にしながら中火のちょっと弱ぐらいで、焼いていただくといいかと思います。なんかご飯にも合いそうですけど、パンにも合いそうです。どんなアレンジがおすすめですか？そうですね、これを焼いた後に丼とかでも合うと思いますので、ご飯に、ちょっと千切りの、キャベツとか引いていただいて、で焼き上がったこのお肉とタレとですね、かけていただいたら、美味しいかと思います。あ、たまらないですね。ではこの後しっかり火が通ったかどうかって分かるのはどうしたらいいですか？ここからですね、あとは、火が入ったかどうか、弾力で、見極めしていくのが一番なんですけど、どうしてもわからないときは、もう串をですね、お肉に刺していただいて、お肉が出てくる、肉汁が、透明の肉汁が出てくるともう焼き上がってますので、そういった形で、見極めしていただくといいかと思います。さあ、そして火が通ったら仕上げに、はい、上からですね、小ネギですね、このように小ネギを、上からまぶしていただくと、さらに美味しくなります。そしたら出来上がりになります。ふっくらジューシー鶏肉のケチャップ焼き、やみつきになる絶品おかずです。ご飯にもパンにも合いますよ。よかようご飯のご視聴ありがとうございます。これからもいろんな料理を紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。